紀北ニア商店コンシェルジュかっこ見習い、このかっこ見習いいつになったら取れるんでしょうか。頑張ります、伊藤彩です。さて今回もお客様からのご要望にお答えすべく、私伊藤彩が紀北町、美浜町、そして東紀州のとっておきの商品をくまなく探して皆さんにご紹介していきます。今私がいるこちらの場所は紀北町のシンボルとも言えますね、江ノ浦大橋、通称アルファ橋。こうしたループ橋っていうのは全国的にも非常に珍しいんです。なんといってもこの橋の上からの景色がとっても素晴らしいんです。あちらに見えているのが前回私が歩きました魚町です。こうやって見ていると、なんだかミニチュアみたいにも見えますね。そしてくるっと回りますと紀伊長島港につながっているわけなんです。三重県内でも有数の水揚げ高を誇る紀伊長島漁港、その日に揚がった旬の魚を求めて地元の水産加工業者などで朝早くから活気づきます。そして今回ご紹介するのがこちら、丸富商店です。早速行ってみましょう。こんにちは、今日よろしくお願いします。お話を伺いますのは2代目の東光一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあもうここにもねずらりと並んでますね。はいはい、そうですね。これはやっぱり今日今市場で大市場で入札で競りで、買ってきたものを今すぐここで並べてますんで、はい、すぐそばですから ね、 本当に海から0分っていう場所なんで、はい、こちらにはその釜のところにも、はい、鮮魚、干魚、はい、卸売直売と書いてありますね。そうなんですよ、はい、やっぱりうちは普段はスーパーとかに卸価格で鮮魚なり干魚なり干物のですね、卸してますんで、まあ、その価格で小売の消費者に対しても買っていただこうという、別にそこでね、別に儲けるつもりはないんで、まあ、卸価格で買っていただいたらええということで、こういうふうに看板を掲げさせてもらってます、はい、こちらのお魚、はい、少しご紹介いただけますか。はい、まあ、こちらは、まあ、鮮魚なんですけども、これからさっき言ったようにスーパー行く、カマスっていう赤カマスなんですけどもね、うん、こういったものとか、あとこれやったらイサギですよね。イサギのこれも今日朝魚市場で上がった池のやつを、締めて、そして、やっぱり気になる干物なんですが、売りは干物なんで、まあ、普段他の店とはちょっと違うんじゃないかっていうところは、やっぱり、うちは出来たてっていう形でこのせいろっていう、これはせいろなんですけど、せいろに並べて売る、これが出来たての証拠ということで、だからこれでしたらもう昨日水揚げされたものを昨日中に加工して、で今日朝出来上がってきたものをここで並べさせてもらってるっていう。でこちらに並んでるのが、干物、開きの商品なんですけども、まあ、いろいろ今ですね、まあ、タイとかこういったもう若菜とか言うんですけどね、こちらでしたらイサギとかそれであるんですけども、やっぱりうちのメインはやっぱりこういった味の開き と、あとですか、こちらのカマスの開きですよね、これを一応メインにさせてもらって、作ってます。あとこちらみりん干しですね。みりん干しもまたいいですね。もうこれはやっぱりね、お子さんからね、都会の人も結構みりんのみりん干しはやっぱり好評で、日持ちもしますしね、醤油つけてあるということで、これも独特なうちの専用の醤油を使って、作ってますんでね、美味しいと思います、はい、そうですね。まず、まあ、魚市場でその商品を、原料になる商品を買ってきて、その日のうちに工場でまず丸干しでしたらそのまま塩汁に作る、塩汁にさっき言った食塩水ですね、つけるんですけども、開きっていうのがやっぱり三枚開きにさせていただいて、それでこれを歯ブラシでね、この血合いをみんな取るんですよ、一枚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 ですか。そうなんですよ、心を込めて、美味しくなれっていうわけじゃないですけどもね、それで、まあ、取って取って、それを改めて塩汁につけて、それで一枚一
1枚置いた形でせいろに1枚1枚並べて、それで天日干しなり乾燥機なりこう入れて、本当にこの1枚1枚に手間暇がかかっているんですね。そうですね、やっぱりこの辺はこだわらないとダメだなっていうところなんですね、はい。そして先ほど、はい、セリのところも拝見させていただいたんですけども、はい、やっぱあれだけたくさんの、ね、お魚があって、はい、どれがっていうのはちょっと素人ながら私はちょっとわからないんですけど、はいはい、どのように見られてますか。もちろん鮮度のいいものを、選ばせてもらって、やっぱりその干物になるサイズであったり丸干しになるサイズであったり、それとやっぱり値段ですよね。値段がやっぱり安く届けるにはいいものを安く買うっていうところが必要なんで、やたらめったら、ね、高い魚を干物にするんやったら誰でもできるんですよ。そういうもんで、いい魚を安く買うっていうところですよね。あともちろん商品によってはもう油の乗りとか、一匹見て、手で開いたりしてね、中身を見て、それでこれは干物に適しとる、丸干しに適しとるって見ながら、買いますよね。長年の経験というかですよね。なかなか どれ買うてもええってわけではないんで、この干物っていうのは本当にお魚を買うところから始まってるんですね。そうですね、はい、そうです、はい、これやったらお客さんに喜んでもらえるやろうっていうような商品をできるだけ、どんな思いで、まあ、こういった作業をされてるんですか日頃は。そうですね、やっぱりそのうちの先と絵の売りはいいものをより鮮度よく美味しく食べていただく、それだけやったら当たり前の話で、それをどんだけ安く売れるか、安く提供できるか、だから下手にまあパッケージしてラベル貼ってきれいにしてお金をかけるよりは、こういった裸の状態でより経費をかけずにお客さんに届けたいっていう。今回ご紹介いただける商品は何でしょうか。はい、今回は干物セットなんですけども、まあ、干物セットって言ってもうちはまあメインがアジの開きとカマスの開きを、それを一応メインにしながら、だいたい3000円ぐらいのセットを用意させていただいてたんですけども、ちょっとこちらなんですけども、カマスの干物とアジの干物と、3000円これでこんなに入って3000円。3000円ですね、はいはい、いいんですかという、はい、もちろんここはうちの卸価格っていうところで、やってるとこなんで、これで丸富商店さんでは、一般のお客様がこちらに来られて、はい、干物とかを買っていただくということはできるんですか。もちろんできますよ、卸価格で販売してますんでね、はいはい、こちらに来ていただければ、はい、よりこう自分の目で確かめてという。そうなんですよ、うちは見て触って、はい、ね、普段やったら、ね、商品なんて触れないですけども、触っても本当にいいものだけをもう厳選してもらって、本当に1枚から買えますのでね、うちはね、あとはもうセットにしてね、セットにして送ることもできますので、お中元お歳暮とかに、結構注文もあったりしますので、ぜひ来てくださいということですね、こうやってお話を聞きながら買うっていうのもね、また一つかもしれませんけれども、ね、その時その時で旬の魚をね、ご紹介していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします、ということで今回はこの東さんのこだわりのセット、はい、干物セットを3000円にて、はい、販売をいただくということでありまして、これをですね、私スタジオに持ち帰りましてしっかりと宣伝をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。